斉藤直美さん、おはようございます。カブ君こんばんは。羽生さんの、新 CM 東和薬品見てきました。何かヘルメット姿が新鮮すぎて、それにしても羽生さんはどんな格好をしても、様になり素敵ですね。あのスポンサーさんのファイテン工場へ挨拶から始まり、山形の東和薬品工場へと、見学と、CM 撮り、ワンマンアイスショーの準備など本当にご多忙で、体力の体調が心配ですね。いや本当ですね、最近めちゃくちゃ忙しいなっていう感じがしますけど、本当にこう気負いしすぎちゃうと本当体調やっぱね心配ですよね。さらかねさん、どうもです。東和薬品の CM といえば、羽生さんと黒柳徹子さんと、出演された CM ありましたね。徹子の部屋に羽生さんを呼んで2人の会話も聞いてみたいなと思っています。多分この CM 僕見たことありますね。この CM 素敵ですね。黒柳さんと羽生さん、いつか2人で話してほしいですね、本当に。ところで黒柳徹子さんって今おいくつなんでしたっけ。ゆうのややさん、どうもです。カブさん、羽生さんのヘルメット姿はレアですね。ジョッキーにも見えますね。ああ、なるほど。私のヘルメット体験は、子供の頃、自転車に乗るときにかぶっただけですね。なるほど。僕のヘルメット体験も同じかもしれないですね。ちなみにベルギーでは、自転車を乗る場合、結構ヘルメットかぶってる人多いですよ。本当に。なんで僕もかぶったことありますね。ヘルメットってダサくなっちゃったり、髪の毛が変になっちゃうんで、あんま好きじゃないんですけど。イズナさん、おはようございます。カブくん、こんばんは。羽生さんのヘルメット姿は貴重映像ですね。ヘルメット姿の羽生さんは爽やかな笑顔でした。そしてあの怒涛のようなスケジュールの中、あの CM 撮影 もしていたんで、すごかったですね。そんな中で独自アイスショーをしてくれるなんて、羽生さんには本当に感謝します。いや本当多忙ですよね。僕は逆にヘルメットを外した時の羽生さんの髪型が気になりますね。もうちょっと寝癖っぽくなってたりとか、髪がこうぺっしゃんこになるんですね、ヘルメットって。だからなんか羽生さん、そのヘルメット取った時に髪型が どうなってるのか、ちょっと想像しましたね、僕はね。いらない妄想ですね、僕はね。夢を壊すなんて感じですね。羽生さんには本当に感謝します。羽生砂漠はどこへですね。本当ですね。横浜でアイスショーのチケットの当選発表は、13日と夜の8時以降だそうです。あと5日間どうなるやってことですね。13日何曜日でしょうかね。13日は13日は木曜日ですね、多分。ちょっと金曜日じゃないとよかったなと思うんですけども。はい。まあそんな感じ、当たってたらいいですね、本当に。ムイピーさん、ありがとうございます。カブくん、こんばんは。東和薬品の CM で、薬品工場内を歩いている時の羽生くん、白衣を着ているわけでもないのに、なんという清潔感、透明感でしょう。誠実で真面目なところも、薬の品質を確かなものとして伝える力がありますね。いや本当に、なんか羽生さんって本当、なんていうのかな、フィギュアスケートじゃなくて、いろんな分野で、その意味というものを深く解釈して、すごい完璧にこうやってますよね。例えば今回も、その薬品の CM なんで、薬品のその素晴らしさを伝えるためにどうすればいいかとか、まあ、それ徹底して完璧ですよね。まあ、それが他の分野でもそうだと思います。いろんな番組がありましたけど、その番組それぞれの味に沿って自分が今どういうふうな振る舞いをするべきなのかっていうのをすごいこうやってますよね。もう僕ね、そんなのできないですね。比べるっていうか、それね、羽生くんのすごいところだと思いますね。全てのそれぞれの分野において自分の振る舞いをどうするべきかとか、その完璧に演じますね。演じるっていうか、できますね。だから本当ね、もうこれは
ハイレベルですし、もう本当カリスマ性が高いと思いますね。うん、だからフィギュアスケートも結局その演技になるんで、だからまあそういうその場面場面での何て言うのかな、うん、自分の振る舞いとか、そう仕事の仕方とか、仕事ですね、うん、もうプロフェッショナルが本当すごいですね、うん、もうたまげますよ本当に。今回の凛々しいヘルメット姿の羽生くんと並べて、ヘルメットをかぶった昔の羽生くんの写真を上げているジェニフというツイッターさんがいらっしゃいました。なるほど。前面に大きく復興人と書かれた緑色のヘルメットをかぶった11年前の羽生くんです。あ、これは知らなかったですね。正面からめっちゃ笑顔の可愛い羽生くん、私は見たことのないお写真でした。うん、これは僕は知らないですね。東和薬品さんは黒柳徹子さんと羽生くんの健康に関するインタビュー動画も、特設サイトで順次公開するとありました。そちらも楽しみですね。おお、他にも結構出るんですね。うん、健康に関するインタビュー動画あるんですね。うん、気になりますね。羽生くんは健康的な生活をしてるかと思いますけどもね。まあ、寝不足になったりとか、まあ、最近多忙であったりとかするんで、まあ、多忙である時の健康の秘訣っていうのを僕知りたいですね。うん、それがすごく知りたいかなと思いますね。うん。